お前の家は実家はこんなボロ屋だったから、こういうふうななんかろくでもない人間になってしまったんじゃないのかとか、本当にそうやって言う人いるんですよ。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日もですね、不倫をされている奥様旦那様向けの動画を作っていきたいと思います。今日はちょっと出先で、ちょっと家でね、動画を作る時間がなかったので、出先でちょっと作っております。今日はですね、不倫相手に本気になり妻に言うひどいセリフということでお伝えしていこうと思うわけなんですね。っていうのが、鳥羽シェフが経営する塩ですかね、代表を辞任されましたよね。毎回ながらその不倫をねすることによって、もう本当にね、不倫という馬鹿げた恋愛は、その人が積み上げてきた、一生懸命何年もかかって積み上げてきた信用信頼、全てのものを一緒に失うものだなんじゃないかなと思いました。で、ただね、その不倫をしている二人っていうのは、ちょこっとは考えるんだけども、自分の思いっていうものをなんか一番に考えてしまうことが多かったりするわけですね。だから、自分の思いを一番に大事にするから、その子供よりも家族よりも仕事の仲間よりも部下よりも取引先よりも自分たちの思いを一番に考えてしまうっていうのが不倫という馬鹿げた恋愛だったりするわけなんですよ。うん、だけど、その仕事の仲間とか、その部下とか取引先っていうのは、替えが利くじゃないですか。で、ある意味替えが利くんですよね。でも、自分の家族とか子供たちの替えっていうのは、子供たちとか家族からしたら、替えがないんですよね。たった一人の父親であったり、たった一人の妻だったりするわけなんですよ。だから、本当にね、大きな大きな心の傷というものを負うものだと、私はね、この広末涼子さんと鳥羽シェフの、不倫を見ててね、思うわけなんですよね。しかも、鳥羽シェフが、なんか、広末さんとの、この不倫というものは、僕は本気で向き合ってましたと。広末さんと、今、こういう報道になったけども、今でも自分は本気で、両思いの関係にあるということをほざいてたんですよね。で、私ね、思ったんですよ。そういう報道を見た鳥羽シェフの子供たちであったり、広末さんの子供たちであったりっていう子供たちっていうのは、どんな気持ちになるんだろうかなっていうことを全く無視した、私はこれ発言だなと思って、ちょっと怒り心頭なんですよね。いろんなコメンテーターの方なんかは、子供の気持ちっていうのは別だろみたいなこと言うんだけど、でもね、子供にとったら、その今までね、自分の有名人だった父親とか母親がね、やっぱり少しは誇ってるわけですよ。少しで全然誇ってると思うんですけども、周りのね、目とか周りの変化、自分との関わりの変化っていうものをね、大きく感じてしまうんじゃないかなって思います。そこで今回は、本気不倫をしてしまった人たちが本当にどんな、心ないセリフをね、残された、不倫をされた妻とか子供たちに言うのかっていうことをお伝えしていこうと思います。私が今まで11年間、7500件以上のね、不倫解決カウンセリングをしてきた中で、これはひどいなというトップ3をお伝えしていきますので、最後までご覧くださいね。はい、ということで1番目は、お前の遺伝子が入っている子供たちも嫌いだから結婚したいと。でね、母親にとってやっぱり自分の子供のね、この存在というものを否定されることが一番ショックなことなんですよ。うん、そこをね、わざわざその卑劣な不倫夫たちっていうのは、どういうふうに言ったら妻がね、心にダメージを負って離婚を受け入れてくれるんじゃないかということを計算して、こういうね、精神的にね、ダメージを受けるようなセリフを言うんですよ。で、自分だけならまだしも、自分の心を傷つけられるんだったらまだしも、自分の子供たちの存在まで否定されるっていうのが、どんだけ母親にとったらね、辛いかっていうことをね、多分ね、この自分の思いにね、素直になってる、この不倫夫たちっていうのは、多分全く計算してないか、計算してこうやって言ったら、あいつがもう辛くてね、この人から離れたくなるんじゃないかということを期待して言うこともあるんですよね。本当ね、信じられない、子供たちの存在を否定するなんてね、ということを思います。2番目は、お前との結婚が間違いで、俺は結婚するつもりじゃなかったっていうことも、これも言われます。これもひどい話ですよね。なんか結婚自体を否定する不倫夫がいるんですよ。
うん、で付き合ってた期間が、まあ、例えば1年とか、まあ、結婚するまでの期間が短くて、例えば出会ってね3ヶ月以内に結婚したとか言うんだったらまだ分かりますよ。この結婚は間違いだったとかお見合いで結婚したとかにはまだ分かるんだけども、そうじゃなくて結婚までの期間が1年以上ね、1年以上あって数年経って恋人同士だったのに、それで結婚したのに、それでもって恋愛期間があって結婚したのにもかかわらず、お前との結婚が間違いだったっていう、これ言われた方のこの心の中っていうのはね、じゃあ付き合ってたあの笑顔、あの思い出ね、あそこに行って私にこうやって言ったのはあれは全部嘘だったのかっていう風に思ってしまうんですよね。うん、だから思い出自体もそのなんか後悔してるとか言われた方の妻っていうのはもう心にね本当にすっごい傷を負います。もう全てを否定されてるかのようなねことを言われたらね、ちょっと立ち直れないと思うんですよね。で私も多分、まあ、うちの旦那さんがね、うちの旦那さんはこういうことを言ってなかったんですけども、でも多分旦那さんからあのお前との結婚間違いだったとかね、お前との出会いも間違いだったとか、そういうことを言われたら私多分ね、まあ、よくね最近あるじゃないですか、あの妻が夫をねこうしたとかねいうこともあるんじゃないかな。こうやってその夫婦のねこのまあ問題っていうのがね、あの殺人事件とかああいうものがあるんじゃないかなって私はふと思います。はい、次3番目はお前の育ちが悪い、彼女は育ちがいいから離婚したいという夫がいるんですよ。でね、育ちとか環境とかいうのはね、子供たちが選べるものじゃないですよね。今でさえなくなったそのね、いろんな問題、あの差別的な問題、なんとか地区とか、昔はね、私昭和の生まれですからありましたよね。ここの地区に生まれた人は、ね、なんか同行だからっていう昔のね、あのまあそういう問題ってあったんですよ。あまり言うとね、あまり良くないかなと思うんですけども。そういう問題ってあったんですよね。あと人種差別問題も最近ね、あのなんだあのサッカーでね、私はサッカーが好きなんですけども、あの黒人の選手、在籍している多分クラブがレアルマドリードだったと思うんですけども、間違いだったらコメント欄で修正してくださいだったと思うんですけども、相手方のスペインの、バレンシアだったかな の、 あのサポーターとかたちがサルサルと言ってすごく人種差別をしたとかいうのもあるんじゃないですか。そういうこう自分が選択できない育った環境であったり生まれであったり外見であったりということを、なんかねすごくそのこう差別をする人間っているんですよね。でこういうこのお前の育ちが悪いとか、彼女は育ちがいいからお前の人間性が悪いとか、お前の家は実家はこんなボロ屋だったから、こういう風ななんかろくでもない人間になってしまったんじゃないのかとか、本当にそうやって言う人いるんですよ。うん、いるんですよ。例えばお前の親は貧乏だとか、貧乏だから、ろくでもない人間だとか、でお前の親は頭が悪いからお前も頭が悪いんだろうとか、でお前が頭が悪いから子供たちもバカになったんじゃないのかとか、そういうふうな本当ろくでもないことを言うあの不倫夫たちがいます。うん、でこれはもちろん不倫夫に限らず、毒妻ですね。毒妻だからモラハラ妻もこうやってね、旦那さんの育ちであったりとか旦那さんの親をバカにしたりとかいうこともあるんですよね。そうやって言う、人たちっていうのはやっぱり、自分に自信がなくて、自分以外のことで自信を持ちたいというふうに、なんか、まあ、劣等感の塊の人たちが結構そうやって言うんじゃないかなって私は思います。うん、ということでいかがでしたか。広末涼子さんの、ね、お相手であるあの鳥羽シェフがね、あの僕は本気で不倫をしたんだと、そして広末涼子さんとも今でも本気で、両思いだというこのなんかね、変に男気を見せてるところがね、どうも私ね何を考えてるんだっていうふうに思いました。はい、ということで世の中にはねやっぱ心がね腐ってる、その不倫人間たちがねいます。まあ鳥羽シェフが心腐ってるとかそういうことじゃなくて、もっとひどいたちもたくさんいます。うん、で自分のことでしか考えられない人間というものはやっぱりいずれ誰からもね、あの相手にされない存在になるんじゃないかと私は思っております。
はい、ということで今日は不倫相手に本気になり妻にひどいことを言う、セリフトップ3をお伝えしました。これ以外にも、こういうひどいこと言われましたよとかいうことがあればコメント欄に書き込んでみてください。そしてまた川村陽子さんのチャンネルを見てみたいなと思ったらチャンネル登録とベル通知をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。それではまた。